ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回ご紹介させていただくお車はこちらです。はい、BMW M6 グランクーペになります。はいはい、これまためちゃくちゃ決まってますね。決まってますね。はい、はい、久しぶりにこってりしたやつが、はい、入りましたね。結構いじってありますね。結構いじってあります。はい、内容を説明するのももう大変なぐらい。はい、はい、じゃあ早速、はい、前回りから、前回りからご紹介いただきましょう。いいでしょうか。はい、はい、まああの、はい、普通に分かるようにグリルが黒くなってます。ああ、そうですね。はい、本来はメッキのやつですよね。あ、そうです。はい、でブラックグリルに入れ替えてあります。はい、あとスポイラーなんですけど、はい、3D デザイン、はい、まあ、当然 BM を乗りの方であれば、はい、よくご承知だと思います。はい、のカーボンフロントリップスポイラー、はい、日本が誇る BM チューナーの 3D デザイン、ね、はい、まあ、クオリティ抜群です。はいはい、でこちらはセットになっております。はい、あ、これセットなんですか。そうなんですよ。また別になりますね。だからこれとこれでセット、はい、だから単品でこれとこれだけでもいけますと。ああ、なるほど。はい、いうものであります。すごくこうエッジの効いた感じが、エッジの効いた感じですね。低さがより強調されています。そうですね、結構低くなってますね。結構低いですね。なるほど。あ、まあ後で触れますけど車高も低いんで、はい、あ、車高も下げてあるんですね。そうですね、その辺も含めてグッと引き締まった。はい、じゃあ前回りがそのグリルがブラックになってリップスポイラーがついてると。はい、そうです。はい、でグッと回ってきて、グッと回って横が、はい、BBS じゃないですか。 BBS です。はい、BBS の RID です。はい、まあ、まあ大変軽量化されているモデルですね。はい、BM にはうってつけのアルミホイール、はい、もう鉄板ですよね。鉄板ですね。もう定番中の定番。はい、で単造で、まあ、強度もあって非常に軽量である、はい、軽量であると、はい、ORID の20インチが装着されております。はい、なるほど。はい、でこれブレーキがなんかすごいことになってますけど、すごいことになってますね。はい、これカーボンセラミックじゃないですか。その通りです。これオプションでめちゃくちゃ高いやつ、ね、めちゃくちゃ高いやつです。でしかもそれがしかも今回は前オーナー様が、はいはい、ついてなかった車に、はい、レトロフィットキットですね。純正品、はい、後付けしてるっていう。後付けしてます。まあ、工賃を入れてしまうと、はい、まあまあ、あのブレーキだけで250万ぐらいかかってしまうと。すごい大変なブレーキが、とてつもないブレーキが、とてつもないですね。でもカーボンセラミックだと効きがめちゃくちゃいいのはもちろんなんですけど、はい、ダストがほとんど出ないんですよね。そうなんですよ。はい、で BMW って結構純正のパッドがダストがすごいじゃないですか。すごいですね。はい、その辺が全部解消されてるっていう。そうです。だからもう全然いい、全然いい感じです。はい、はい、なるほど。はい、これキャリパーゴールドなの元からですか。これ違います。あ、これも、はいはい、カーボン専用ですね。あ、そうなんですか。そうです。このカーボンブレーキキャリパーとセットなんですか。そうです、そうです。あ、なるほど。はい、ローターパッドだけではないです。はい、キャリパーから全部、はい、ものすごいメーカー純正。そうです、はい、もうなんか高級品、一流品が本当ですね。はい、だと車高はこれは、はい、はい、これも、こちらでご案内した 3D デザインの、はい、車高調が入っております。あ、車高調が入ってるんですね。そうです、はい、でローダウンされております。絶妙な車高になってますね。そうですね、はい、低すぎず、低すぎず、高すぎず、はい、ちょっと通常で走ることを考えると、はい、フロントスポイラーのことを考えると、まあこのぐらいなのかなっていう。そうですね、はい、使い勝手を損なわないぐらいのがいいかなみたいな車高って感じですね。感じですね。はい、はい、まあお好みによってもっと下げろ、ね、もっと上げろ、はい、それは後でできます、ね、できます。はい、はい、であと横に回ってで、これサイドステップもなんかすごくシャープなのがついてます、ね。そうですね、こちら同じです。はい、3D デザインのカーボンのサイドスカート。じゃあもうフロントと統一性があって。そう、統一性ありますね。はい、まとまりがすごくいいですね。そうですね、はい、なんかなんていうんですか、こう静観さが増すっていうんですかね。そうですね、ライン綺麗に見えますね。はい、より一層だとサイドミラーが。そうです、カーボンのものに。カーボンのミラーカバーが装着されておりますということで、はい、で後ろも当然同じように、はい、BBS のホイールとカーボンセラミックのブレーキが。そうです、はい、はい、で、はい、当然なんですけど、はい、サイズ的にはフロントが 10J でリアが 11J、はい、なるほど。で共に20インチ、はい、ということでセットアップされてます。はい、デズラも本当にちょうどいいですね。ちょうどいいと思います。はい、ちょっとやりすぎてる感が意外とボンドさんは多いので、これはちょっとこう、はいはい、少し入った感じ。そうです、大人な感じです。はい、本当に大人な感じですよ、ね、感じですね、はい、なんかシンプルにまとまってます。
後ろも、はい、後ろもじゃあこれ 3D、 そうなんですよ、はい、これも 3D デザインさんなんですけど、はい、こちらリアディフューザー、ああなるほど、うん、あとこちらですね、はい、マフラーをこう囲むように、そう囲むように、そうですね、でリアディフューザーセットになっております。なるほど、はい、で上のこのトランクスポイラーもじゃあもうさらにじゃないですね、はいはい、そこも 3D デザインさん、じゃあもうエクステリアのエアロパーツはもう全部 3D デザインで決めた、まあ、外装の、まあ、言うならばコンプリート感みたいな、そうですね、なるほど、はい、外装的にはそんな感じです、はいはい、であとこの迫力の出口のこれは、はい、これはアーキュレーです、そうです、はい、こちらもあの BM お乗りの方には、はい、おなじみのメーカーですよね、そうですね、はい、アーキュレーのチタン、はい、チタンマフラー、そうです、なるほど、ちょっとこう焼きが、はい、チタンっぽくなっております。でアーキュレーだと結構うるさすぎず、はいはい、ジェントルなサウンドで、そうですね、かつパワフルなんですよね、はい、ちょっとそれも後でちょっと聞かせてください、はい、はい、外装はこんな感じですか、そんな感じですね、あとはもうルーフが当然普通に、はい、これって標準なんですか、まあ、標準です、標準なんですか、カーボンルーフ標準ですね、すごい、はい、なんかじゃあまとまりいいっすね、まとまりがあのフロントサイドリア、ね、いや出来上がりはすごくいいと思います、はい、バランス取れてるので、はい、本当になんか大人な感じですよね、はい、なんかちょっとあのやりすぎ感が出てないというか、そうですね、でも相当やってあるんで、はい、面白いと思います、わすごい、はい、外装はこんな感じでしょうか、そうですね、はい、こんな感じですね、それじゃあ続いて内装をちょっと見てみたいと思います、はい、内装これすごいですね、すごいですね、赤黒カーボンで、はいはい、まとまった感じで、うん、はい、ドアも同じように赤と黒とカーボンで、うん、はい、でも赤っていうかもう、はい、なんていうのかな、ボルドーというか、そうですね、ワインちょっと、そうワインというか、はいはい、真っ赤っていう感じじゃないですね、そう、はい、あのすごくあのトーンは落としてあります、はい、でドアこれ上はこれ、うん、レザー調なんですね、調だと思いますね、はい、これはね、はい、合皮かなんかですかね、うん、合皮だと思いますね、でもちゃんとこれステッチとかも入って一応入ってます、はい、凝った感じになってるんですよ、うん、そうですね、でこっちがちゃんとこっちがレザーだと思いますね、はい、でここがレザーで、あとここがカーボンパネルになってますね、なるほど、うん、まあ、走りに徹する車なんで、はい、豪華というよりもしっかり作ってあるっていう感じのイメージですね、あ、そういう感じですね、はい、なるほど、うん、で中もシートも、はい、パンチングと、はいはい、普通のレザーの、そうですね、うまく組み合わせた、組み合わせてあります、はい、うん、あとステアリングですね、はい、M ステッチが入ってっていう感じです、まあこれは当然当たり前のことですね、乗ってみてもいい、乗ってみましょう、はい、はい、よいしょ、わ、ペダルが 3D になってます、そうなんですよ、はい、そしてなんかやらせになっちゃいますけどペダルがちょっと心なしか大きい気がするんですけど、そうなんですよ、はい、あの通常の SMG ペダル小さいのがついてるんですけど、はい、それだとやっぱり踏みづらい、はい、っていうことで、はい、普通のオートマ用のペダルの大きめのものに変更してあります、はい、でさらにそこに 3D デザインのアルミペダルをセットしておりますという内容ですね、すごい、はい、なんかこんなところも変わってるんですね、そうなんです、細かく、あ、確かに普通のオートマサイズなんで組みやすいです、はい、ですよね、普通に何のこう、はい、あれもなく気にすることなく普通に組みますんで、まあ、この方がいいかなっていう、運転しやすいと思いますね、でインテリアシートは、うん、まあ、適度なホールド感ですね、そうですね、はいはい、一応でも調整で結構締まるは締まる、はい、と思います、あれこれ閉められるんですか、はい、はい、あーなるほどなるほどなるほど、いろんなところが、はい、あ、すごいっすねこれ、めちゃくちゃいろんなところが動かせますね、で、ほんとだ、そう、あれここのサポートが全然全然出てきてます、そう、それとここのなんていうんですか、肩甲骨の後ろのところだけ出せるんで、はい、あ、いいですねこれ、そうなの、慣れると使い勝手もいいし、土みたいな素人でもいいでしょ、そうですねわあすごい、うん、これいいじゃないですか、いやいやすごくいいですよ、はいはい、オールド感どうこうっていうか、もう自分でバッチリな位置にできます、できますね、はい、でメモリーもちゃんとついてて、はい、はい、電池が、え、あ、うん、そうなんだ、そうビューって、え、これが畳めるってこと、これがね、どうなんですか、引っ張ってみて、出てきた、ほら、あ、すごい、うん、飛行機のシートじゃん、そう、これ固定できる、え、すごい、うん、
いやいいっすよこのシート、うん、はい、そして運転席からの眺めは、はい、こんな感じです。はい、はい、天井低いっすねこれ。天井低いんですよ。低いっすね。はい、ちょっと正直これ少しこう、うん、視界をちょっと遮ってる感が、うん、圧迫感が少しだけ。正直言うとこの車視界いいとは言えないです、はい、そうですね、うん、まあ、そうですよね。クーペー、フォードはクーペーですからね。そうです、そうです。なるほど。なんでルーフの位置が低いのと、はい、あと若干ここの高さが気になりますよね。ああ、そうですね。メーターほどちょっと高いかなっていう大きめな感じで、うん、はい、すごい、うん、でドアと同じこの、はい、はい、レザーというかレザー調 レザー調の、はい、ステッチ入りですね。でもボンネットのボンネットじゃないや、ダッシュボードのこのテカリも適度に抑えてて、うんうん、そうですね、はい、これはやっぱりいいですね。はい、はい、でルーフライニングも綺麗ですかね。ずっと B ピラーから、アルカンですかね。アルカンタラなんです ね、 そうですね。これ天井真ん中すごいですね。真ん中すごいですよねこれ、はい、シートと一緒です。うわ、ボルドーな感じの、めっちゃおしゃれじゃないですかこれ。かっこいいですよね。すごい、うん、目立たないとこですけど、はい、すごくおしゃれです。でハンドルは、うん、マルチファンクションで、はい、ステアリングヒーターとかはついてないんですか。ついてないですね、これは。はい、シートはでもシートヒーターついてますよね。シートヒーターついてます、はい、ベンチレーションもついてます、ね、そうです、ベンチレーションシートです。なるほど、はい、でメーターはもう定番の、うん、はい、BM の、そうですね、視認性のいいこの、はい、スピードとタコの、うん、はい、で330キロまで振ってあるんですけど、うん、はい、250キロしか出ないんですよね。実際には日本仕様だと250キロなんですね。ですよね、はい、本国オプションでなんか305キロまで305キロまであります。そう、はい、今回は僕勉強してきました、うん、あ、そうですか、はい、はい、でちょっとじゃあ どうしましょう、はい、本にしていいですか。いいですよ、はい、でレバー類はもう定番の、うん、はい、はい、ウインカーとワイパーと、うん、で BM はこのボードコンピューターでしたっけ。そうですね、 BC ボタン、うん、はい、がついてます。これでメーターの表示切り替えができるやつですよね。そうです、はい、であとパドルもついてて、はい、はい、え、パドルこれ金属なんですか、うん、え、めっちゃ質感いい、うん、プラマイの、うん、なるほど、いいですね。でライトも、はい、こんな感じで、うん、はい、でこの下に並んでるのがあれですか、レーンキープ的なのとか。そうです、そうです、はい、この辺がじゃあ操作しやすい位置に。そうです、はい、で一番右側のはヘッドアップディスプレイですね、はい、あ、これヘッドアップディスプレイもそう、へえ、はい、これどうやったら かけないと。そう、かけないと、うん、かけていいですか。はい、うわー、めっちゃいい音してるけどちょっとそこは後で触れましょう。はい、あ、ドア閉めないとかな。ちょっと一回閉めていい。あ、そうですね、ドアは閉めると。これ映んないな。映んないね。はい、映んないですけど、そう、はい、ちょうど視線の位置にスピードが出てます、はい、そうですね。なるほど、うん、ちょっと一回止めます。はい、ヘッドアップディスプレイいいっすよね。いいですね、視線を移動しなくていい。そうなんですよ、はい、運転がすごく楽になるんですよね、うん、はい、でこの辺は、うん、CD がついてるんですか。そう、 CD ついてます、はい、CD、DVD、あと、はい、この車は、はい、録音できます CD が。あー、ハードディスクが。そうです、はい、じゃあ CD 入れれば勝手に読み込むやつですか。そうです、そうです、はい、じゃあ CD 最近あんまり使わないですからね。そうなんですよね、はい、最近は CD 使わないです、まあ、携帯つないでって感じですよね。そうです、そうです、はい、でこの辺はもう定番のコマンダーがあって、うん、はい、はい、でシフトが、はい、デュアルクラッチ。そうです、はい、ですよね。そうです、はい、デュアルクラッチです。プラ、マイト、ニュートラル、バック、うんうん、そうです、はい、だと、うん、横滑りと、はい、あと足回りとステアリングと、うん、はい、はい、これはモードの切り替えですね。モードの切り替えです、はい、重くなるんでしょうか。はい、はい、だとクイックになって重くなります、はい、カメラとパークセンサー。そうです、はい、でこれがシフトのタイミングです、ね、ああ、なるほど、うん、はい、もう変えられる、変えられるよと、はい、はい、でドリンクホルダーがついてて、うん、そうです、はい、はい、でセンターのコンソールも、うん、あ、割と広いですね。意外と広いですね。へー、うん、なるほど、はい、であと僕気になったんですけど、これがついてる。そうなんですよ、はい、エンジンかけないと見えないから、はい、ちょっとかけてみましょうか、はい、わー、なんかロゴ出ましたねこれ、はい、これが前オーナーさんこだわりの。そうなんですよ、はい、最近の車だと水温計がついてない車が多いじゃないですか、はい、そうですね、それがすごく気になるということで、はい、このメーターをつけました。あ、なるほど、はい、
専用でエアコン吹き出し用になってます、はい、エアコン1個潰してこれになってる感じですね。そうですね。あ、これもう動かなくなってるんですね。はい。じゃあもう表示するだけ。もう表示するだけです、はい、なるほど。うん、まあ、これはもちろんこのままでもいいですし、純正パーツも確かありましたよね。純正パーツあります、はい、もし不要であれば戻すことも全然できます、はい、できますので、はい、それは言っていただければどちらでも大丈夫です。こんな感じでしょうか、内装は、はい、内装はこんな感じです。いやでもカーボンいいですね、これ。いや、いいと思います。綺麗だし、質感いいし、そうですね、この辺の横の高級感、うん、すごいですね、はい、うん、このシフト周りの、はい、この小物入れは何なんですか、これ。これ、はい、元々灰皿なんで。あ、灰皿なんですか。そう、はい、禁煙車であれですけど。あ、じゃあそう、なんかスモーカーパッケージみたいなのやるとここに、うん、そうです、そうです、アッシュドレーがつくんですね。はい、その通りです、はい、なるほど、うん、こんな感じでしょうか、フロントの前の座席は、はい、そうですね、はい、ちょっと後ろもじゃあ、はい、せっかくなんで後ろ乗りましょう、はい、やっぱりこうフォードアクーペって言ったら重要なの後ろじゃないですか。そうですね、はい、ちょっと果たして快適な後ろなのか、はい、ちょっと微妙ですよ、正直。おまけ的な後ろなのか、はい、はい、ちょっと乗ってみます。乗りましょう。よいしょ。わあ、おまけ的ではないです、はい、そうですね、おまけではないです。普通に乗れますけど、はい、ただちょっとタイトですね。そうです、はい、そしてこの後ろまで伸びたこのコンソールが結構圧迫感ありますよね。そうなんですよ。なるほど。うん、後ろのこの窓のちっちゃさも、はい、そうですね、本当にフォードはクーペって感じですね、はいはい、でこれここがついてるんですか。ついてます。あ、一応アームレストなんかはそう、あ、ちゃんとしてます。ちゃんと小物入れもついてるんですね、はいはい、なるほど、うん、じゃあ正直快適ではないですけど、うん、全然十分な、いや普通に使えますよ感じですね、はい、はい。あとはドライバーの方の身長と後ろに乗る方の身長にもよりますけど、はい、僕ちなみに175で、まあ、ギリギリっすね。そうですね、はいはい、あれ、なんか守られてる感はすごいですよ。そうですね。こんなところに照明がついてるんですね、はい、わ、これ向き変えられるんですね、はい、へえ。なんで別にすごい、まあ、広いとは言わないですけど、はい、まあ、別に使えないことは全然ないです、はい、大人の方用に乗れます。確かに、はい、でこれドア開けて気づいたんですけど、この B ピラー超太いっすね。太いっすね。めちゃめちゃ剛性ありそうな感じがします、はい、逆に言うとこれだけ太くないとダメなんですよ。あー、なるほど、うん、はい、ピラーレスなんで。ピラーレスってあの、はいはい、これ、はい、窓枠がない。そう、窓枠ない。サッシュレスです、ね、そうです、そうです。意外にでも後ろに乗ると前の視界いい気がするんですけど、なんかね、はい、何なんですかね、うん、これ。いや、あれ、この間何でしたっけ、ここで前が全然見えないって。 GLE でしたっけ。そうだ、はい、GLE でしたね、はい、なんかもう全然前が見えないって感じですけど、うん、意外に6前見れます、はいはい、でこの車の場合は、はい、ここがものすごいスペースあるんですよ、はい、あ、そうっすね、はい、助手席と運転席のスペースがすごく離れてます、ね、はい、だから後方、はい、後部座席に座った人って、はい、だから前の視界が多分広く感じるんだと思います。そういうことですね、はい、ナビモニターの上の方からすごく広く見えますよね。ちょっと不思議ですよね、前に座ると狭く感じる、はいはいはい、これ横のこのボタンって何ですか、これ。これあのシートを、あ、そう、前に後ろに、後ろの座席からできるんですね。そうです、乗り降りがやっぱり狭いとか気使うとかってことなんでしょうね、多分。だメーカー的にそれをつけといた方がいいだろうってことだと思います。あ、なるほど、はい、じゃあこの辺ついてれば乗り降りにちょっとこう大変っていうのはないですね、うん、ないですね、はい、ちょっと動かしたりってすると思いますから、はい、うん、と思いますけどね。どうせだったらリアシートがちょっと後ろに動けばいいですけどね。あ、それは無理な話なんでそうですね、はい、そうですね、そうです、そうです、で思っちゃいます。ちょっとこっちにまた戻っちゃうんですけど、トランクスルーもついてるんですか、はい、これね、トランクスルーで、うわ、で、ここ、はい、なんだっけ、よいしょ、こっちでこうやると、そうやるとトランクスルーなんですか、うん、一応トランクスルーです。ただ、昔風で言うと、はい、昔風で、すいません、昔の男なんで、はいはい、まあ、いわゆるスキーサック的な、あ、はい、長物はここで、はい、っていう感じですよね、はい、うん、で、ここと2段階ですね、ここだけと、はい、よいしょ、こうか、これと、あー、なるほど、なるほど、なるほど、ってなります、はい、ここだけにも入るし、うん、完全なトランクスルーもできるよと、いう感じですね。
ちょっとしたこんなのもついてるんですね。そうですね。よいしょ。はい。あれ藤川さん、これ今気がついたんですけど、シートベルトが3本ある。そうですよ、当たり前じゃないですか。5人乗りですから。え、5人乗りなのこれ本当ですか。本当だよ。だってこれどうやって乗るんですか。こうやって、ここにこうやって足、知ってたわ。いや、今おかしいなと思ったら、キャッチがあれ3つあるなと思って。だってここは4人乗りだったらもうちょっと何かあるでしょ。え、じゃあちょっと待ってください、藤川さん、すいません、はい、こうってことですか。そうだよ。まあ、乗れなくはないですけど乗れなくはないですけどね。エアコンの風ここですよ。だってそうです、そうです。いいじゃないですか。マジっすか。はい、暑がりのおじさんなんだ。いや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 、ちょうどいい。そういう問題じゃないですよでも一応は5人乗りになってますね。ここも川だし。 CLS は4人乗り、あれ CLS ってここに何か小物入れついてなかったでしたっけ。昨日なんかなかったでしたっけ。ここに座れるよ。もうとにかく座れない。これは座ろうと思えば座れる。知らなかったっす、うん、ここで、まあ、乗車定員ってあんまり気にしなかったですけど、はい、今日この車を見て、うん、あ、もうこれ4人乗りだなと思ったんですけど、うん、あ、本当だ、うん、本当だ、うん、かっこいいでしょ。いや、かっこいいですけどかっこいいですけど、乗ってる姿はかっこ悪いですよ、これ、はい、そうですね。なんかこういうの、あ、そうなんすか、はい、なんかこう、なんか洒落てないですか、これ。え、なんすかそれ。これ、チャイルドシートの。あー、これアイソフィックスのところにちゃんと蓋っていうかチャックがついてるんですね。そう、ファスナーなんですよこれ、かっこよくないですか。すごい。で、ここに、まあ、レザーシートにチャイルドシートってまあまあもったいないからできないですけどね。まあそうですけどね、はい、でも一応そこ、ね、チャイルドシートを乗せる時のカバーも一応あるじゃないですか、はい、あ、そうなんですか。そう、引き物ってあるんで、はい、そういうのを引いてやっていただければそんな傷にならない。へー、はい、対応のやつだったらガチャってやるだけでいいんですよね。そうです。そう、ワンタッチで。なるほど。うん、なんかだから多分特別感の強い車ですよね。M6 グランクーペって、はい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 、デザインもそうですけど。はい、土方さん、うん、M6 です。M6 のグランクーペは特別感強いと思いますね。そうですね、はい。はい。僕いつも M6 って言ってるんですけど。そうですよね。はい。はい、ちょっと僕幻聴が聞こえたんかと思って。ちょっと耳鼻科に行かないといけないかと思って。よかった。はい。この C ピラーのこれかっこいいですね。かっこいいですね、はい、こんなおしゃれな、うん、なるほど。じゃあ続いてトランクも見てみていいですか。はい、はい、あ、トランク意外に幅ありますねやっぱり、うん、はい、F5 と奥行きもあるし一緒ですもんね。そう、基本は一緒です、はい、まあ、高さ的なものとか。そうです、はい、うん、その辺はちょっと違いますけど、はい、なるほど、うん。これシートもついてるんですか。これね、外しちゃう。あ、でもまあまあ次の車に私のつけりゃいいだけだから、あ、そのままでいいんだけど。結構ゴルフバッグ入っちゃいますよ。あ、入ります。あ、そうなんですね。はい、全然入りますね、はい、割と広めな、うん、はい、感じです。使い勝手はいい、はい、はまあ悪くはないと思いますね。あのスタイリングスタイルの割にはすごくいいと思いますね。これ下とかはどうなってるんですか、うん、ちょっと見てください、スペアの。あ、はい、工具と、はい、あの、あ、ロックナット、ロックナットがついてますね、はい、なるほど、うん、でパンク修理キットと、はい、でスペアです、はい、うん、あ、そう、スピーカーレイヤードサウンドのサブウーファー的なやつなんですか。そうだそうだ、はい、全部フルでつけた、はい、4ちゃんでサブウーファー的なやつもつけた、はいはい、今回あのオーディオは標準のオーディオなんですけれども、レイヤードサウンドってレイヤーサウンド、レイヤーサウンドですね、はい、レイヤーサウンドって言って、はい、まあ、ちょっとその辺はあの説明どっかに多分入れておきます、はい、あのちょっとオーディオの音質をパワーアップさせるようなものついてるので、はい、ちょっとその辺も聞いてみます。音ですか、はい、音なかなかでも伝わらないじゃないですか。伝わらないですよね、はい、うん、いいか、はい、うん、まあ、そういったものもついてます、はい、ついてます、はい、こんな感じでしょうか、はい、トランクあれなんですね、こうバタン閉まんない、閉まんない。あと、はい、トランクスルーなんで椅子が実は、はい、やっとく、やってください、はい、見たい、はい、見ちゃう、はい、見ましょう。トランクスルーには目がないんです、はい、こんな形なんですけど実はトランクスルーになっちゃうという。わ、すごい、うん、え、これ全然いいじゃないですか。いいですよね、はい、IKEA で買い物できますよ。でき、全然できます、はい、すごい、うん、なんかこう意外にこう おしゃれっていうかこうスタイリッシュなのに振ってるから、うん、ちょっとそういうのを犠牲にしてるんかなと思ったら、うん、倒れるんですね、うん、
なるほど。ちゃんと使えますよね、だから、その辺は考えられてるんですかね。なんかちょっと前だとスタイルがいいとこういうところって、機能的なところって ね、なくなっちゃってるとか使い勝手悪かったりするんですけど。なるほど、はい、これは M6 グランクーペは大丈夫です、ね、M6 ですM6 グランクーペは大丈夫ですね、はい。そしたら続いてボンネットもちょっと見てみていいですか。ちょっと見ましょう、はい。おっと、これは2回引きになる前のやつですね。そうなんですよ。わあ、ボンネットすごいですねこれ、うん、カーボンがめっちゃ主張してますね、はいはい、グループ M、 グループ M ラムエア、そうです、はい、こう走行風をちょっとこう利用してこう、うん、吸気効率高めるやつ、ね、そうですね、はいはい、吸気のスペシャリストなんで、はい、まあ、性能面、うん、間違いないですね、はい、間違いないやつです、はい、なるほど。エンジンはこれ 4.4 リッターのツインターボです、はい、ツインターボです、はい、標準で560、うん、だったかなぐらいですよね、はい、560馬力ですね、はい、それがなんと今回、今回、はい、なんと、はい、デジテックのコンピューターチューニング、コンピューターチューニングされてますこの嘘くさいやり取りがどんぐらいになってるんでしょうかこれ。600馬力超えなんで、はい、あの、はい、走りはすごいですね、はい。もうでもいろんな車乗ってきた土方さんが走りがすごいって言うんだから、うん、もう相当すごいですよ、ね、あの、はい、結局車のエンジンパワーの出方っていろいろあると思うんですけど、もともと意外とこうある意味こうフラットなんですよ、はい、M のエンジンって、はい、当然なんですけど扱いやすく、はい、それがもう下からトルクが厚いままドーンと上まで来ちゃうので意外と怖いぐらい、まあ四駆じゃないので、はい、今回のお車は FR ですから、はい、だからそういった怖さもあるんですけど、はい、面白いですよ、はい、うん、こんな速い必要あるのかぐらいが加速フィーリングなんで。あ、そうなんですか、はい、まあ、600馬力超えちゃうともうとてつもないですよね、はい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 、どの車にしても、うん、すごく。だ急排気やってやって、はい、コンピューターチューニングもやってやる、ね、じゃあもう基本の、はいはい、ところはもうしっかり押さえて、しっかり押さえてあります。足回りもやってあると、うん、バッチリですね。ブレーキもしっかりと、あ、そうですね、ブレーキも、はい、やってあるんで、はい、そうなんです、しっかりしてしっかり止まれる、しっかり止まると、はい。じゃあもう車の基本性能をグッと高めてあるような、そうですね、はい、そういったチューニングがされてるって感じです、うん、まあ、全体的に見てもらって分かるように派手さはないんですけど、はい、バランス重視っていうです、ね、そうですね、はい、もう本当に一流品しかついてない感じですね。もう本当そうです、はい、いやすごい、まあ、BM のいじり方といえばいじり方ですよね、はい、そうですね、定番といえば定番です、はいはい、であとは、3D デザインの、はいはい、ちょこちょこついてるんで減衰が確か20段、はい、20段ですね、はい、まあ、ワンクリックですぐ乗り心地の調整ができるっていう、はい、だからまあ街乗りちょっと柔らかめにして乗って、はい、まあ、高速でちょっとこう固めてっていうのも簡単にできますね。できます、はい、その辺の使い方もいいですよね、うん、実際に 3D デザインのものは足がよく動くので、はい、あの逆に言うと乗り心地がいい派、はい、と思ってしまう、はい、まあ、なんていうんですか、柔らかいという感覚にもなるんですけど、はい、そういう意味ではなく足の動きがすごく良くなります。まあ、必要によって締め上げればもう飛ばして、あ、全然いけますね、はい、踏ん張れる足にもできますし、もともとこれタイヤもミシュランのスーパースポーツなんで、そうなんですよ、はい、まあ、ハイグリップとっていうか、まあコンパウンドも柔らかめなんで、はいはい、すごくグリップもするし乗り心地もミシュラン柔らかいんでいいんですよね。そうです、はい、うん、まあ、その辺のなんか多分相性も考えてつけたんじゃないかなっていうのを僕は察しました。いや、まさにその通りで、そうですか、はい。ちょっとそれじゃあ今回マフラーが交換されているっていうことなんで、ちょっと音の方も聞いてみたいと思います。はい、お願いします。じゃあちょっとエンジンかけます。それじゃあ続けて透過類をちょっと見てみたいと思います。はい、藤川さん、ちょっとつけましょう。はい。これがスモール。スモールです。デイライトとかはないんですよ、ね。ないですね、これ。はい。で、ロービーム。うん、はい。で、ハイビームですね。なるほど。スモールかっこいいですね。あ、ウインカーがちょうどこの下が光る感じですね。うん、あとここのサイドがシュッと。
いや BM スモールかっこいいですねやっぱり、うん、はい、この眉毛とこのリングと。ありがとうございます。後ろちょっとこれどこが光るのか、光ってるのか、あ、ここがこのなんていうかチューブというかがスモールで光って、あ、ブレーキはこの外側が光るんですね。でこの隙間がハイマウントで光ると。なるほど。あ、ウインカーはちょうどこの角のところが光る感じですね。で、あとバックがここですかね。あ、これバックフォグですね。そうです、はい、ちょうどトランク側の内側がバックフォグになってます。で、バックは両方、はい、ここのクリアのところですね。で、バックカメラがちょうど出てきましたね。ありがとうございます。いや、なんか土方さんめっちゃ似合いますよ。爽やかな感じ。なんかこのスポーティーな感じと悪そうな感じがかっこいい。いや、かっこいいよね。カメラ360度、ま、前が見えるし、自分どんなカメラ持てばいいですか。いいです、大丈夫、はい、後ろにはあの A カメラマンがいつも持ってございます。ちょっとこれから、そしたら試乗というか、はい、テストドライブを。このチャンネルあんまり試乗はしないんですけどね、はい、あの今回あのちょっとカスタマイズした車ってことなんで、うん、乗り心地のチェックと、あとはコンピューターチューニングで速くなってるってことなんで、ちょっとどのぐらい速くなってるのか、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。え、これいいじゃないですか、ね。まあ、正直そんな取り回しが大変な車ではないですけど、そうあるとないじゃ全然やっぱり違いますよね。そしてさっきベンチレーションが、うん、あのオンだったんですけど、めちゃくちゃ涼しいです、ね、気持ちいい、はい、ね、濡れないどころかなんか涼しくなってました。そう、そして助手席のこの守られてる感が、うん、後ろはついてないんですよ。シートヒーターもベンチレーター、そうね、後ろが快適な車じゃないんでしょうがないです、ね、しょうがないですね。もともと全然乗り心地いいですね。普通に見たらあの足前のセッティングは15段戻しぐらいかな、かなり柔らかめの設定に、はい、シェアあるみたいなんですけど、かなり乗り心地いいですね。高級車ですね、普通に。めっちゃ車が軽く感じる。ああ、だから今回 BBS と、また、まあミシュランって結構軽いですよね。はい。で、あとはカーボンセラミックのブレーキ一式で、多分足回り相当軽くなってます。バネ下がね、効きますからね。だから段差越えた時もタイヤがバタつくっていうのがほとんどないんですよね。はいはい、もう接地感がもうずっとある感じ、そんな感じです。いや、すごいこれ。いや、結構試乗しないですけど、はい、もうやっぱりこう改造車というかカスタマイズした車の試乗レビューができるのは多分ボンドチャンネルだけだと思う。そうですよね、はい、商品車で、ちょっとそこはバッチリ押さえて。あー、音いいっすね。音いいっす、いいですね。あの、はい、こ、はい、行き過ぎてないんで心地いい感じはありますね、はいはい。あんまりバリバリ言ったらちょっとこう下品な感じじゃなく、はい、ジェントルな感じで、あの、はい、一番嫌なのって前のオーナーさんもよく言ってたんですけど、はい、そのゴルフ行ったり、はい、長距離で旅行行った時に、はい、帰りに静かに帰ってきたい時に、はい、ずっと音が出てると意外と辛いじゃないですか、はいはいはい、そういうのがないからいい、はい、確かにテンション高い時はいいですけどね、はい、そうなんですよ、はい、こうゆっくり流して帰りたい時なんかはちょっとうるさすぎるとっていう。片道100キロ200キロ走るのにずっとその高いテンションってないじゃないですか、はいはい、そうですね。なるほど、その時は楽だって言ってました。なんか本当にまとまりがいいですこの車。いいですよね、うん、パーツチョイスも、あ、そう、そして僕忘れてたんですけど、はい、こちらの車、すいません、申し訳ございません、はいはい、こちらの車、はい、あのカスタマイズは全部、そうなんですよ、一から東京店で、そう、ボンド東京で、はい、ボンドカーズ&ボンド東京の、はいはい、車両なんですね。そうなんです。なるほど、でやりました。道理でパーツ調節がいいと思いました。そうなんです、はい、というと、はい、オーナーさんに、前オーナーさんに怒られちゃうかもしれないですけど、でも前オーナーさんもすごく車を分かってる方なので、はい、大事にされますし、はいはい、その辺ではすごくいいなと思います。うわぁ、うわぁ、すごい、タイヤ滑っちゃうんですよね、今のみたいに。いやー、これちょっと横滑り解除できない車ですよこれ。そうですね、すごい、意外と危ないかもしれないです、はい、面白いですけど、
いやちょっとこれノーマルの M5 乗ったことあるんですけど、はい、あのそれを上行ってますねやっぱり。そうですね、はい、すごいめちゃくちゃ速いっす。もしかするともちろんタイヤがねあれかもしれないですね。あの悪いわけじゃないですけど、はいはいはい、そうで新品じゃないので、はい、ちょっとトラクションが逃げちゃうかなっていう感じはしなくもないですよね。いやすごいすごいです。600馬力馬力が出るんでしたっけメーターに。一応出るみたいですよ。さっき出てました。出てましたか。さっき380馬力ぐらい。あ本当ですか。うわでも一般道で600馬力とか出たら怖いですよ ね、 すねある意味。そしてナビこれでっかいですね画面。めっちゃ見やすい、ね、モニターが大きいので。あで今回の車はレーダーもついてるんですよね。一応レーダーついてます。はい、はい、ちょっとロードノイズありますね。ね、まあまあその辺はタイヤ扁平もありますから幅もありますし。でも、はい、ミシュラン独特の風硬化した時の音にはまだなってないので。はいはいはい、ゴーって音するね。そうです、それはまだないですね。でハンドルもそんなに硬さを感じないのでタイヤの硬さをまだ大丈夫かなと思います。タイヤチョイス重要ですよね、うん、僕家の車大陸製のタイヤ入れちゃったんですよ。あ大陸、はい、あ車で働いてるくせに。くせにね、はいはい、もうこの間高速道路走って、はい、本当になんか後ろバイクが走ってんじゃないかと思いましたからねワン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 とかずっと言ってて、はい、いやこれバイクだよな俺の車じゃねえよなと思って。新品でもびっくりするほどタイヤってありますよね。はい、去年入れたばっかりですもんそのタイヤいやでもタイヤチョイス重要ですよ。そうですよ。うわうわ、すごい。使い切れないですよ。ですね。はい、もう法定速度超えちゃまずいので、はい、はい、あの信号ダッシュぐらいしかできないですけど。そうです。僕とツッチ立ち回りをすることはあんまりできないので、はいはい、まあ、おとなしくしてますけど。いやもうなんか2トンある車の加速じゃないですね。はい、いやすごい。もっとなんか軽い車のフィーリングですね。なんか。本当そうですよ。いやすごい1400-1500キロぐらいの車の感覚なんでですよね、うん、ドライバー交代はしなくて大丈夫。いや僕いいです。ちょっと危ないですこれは。はい、そんなことない。大切な商品車なんで。でも、はい、普通にトラクションコントロールかけたまんまだから、はい、あの今滑ってましたよ。そう滑ってでもまっすぐ行こうとするよねちゃんと。そうトラクションは抜けちゃうけど、はいはい、だから立て直してくれる。これでもアンビエントライトついてないんですね。あこれついてないね。5ついてるじゃないですか。あそうなの。この方、はい、5です。5です。いやいいっすよ。乗り心地いいし速いし、うん、かっこいいしね、はい、うわーこれ無駄にシフトダウンしたくなっちゃいますね。うわ危ない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 。完全に今ケツが出てましたよ。521万円です。マジか。あ本当だ出たね。すごい。でもやっぱりホイールベースが長いから怖くないよね、はい、そう動きが穏やかだから。これショートホイールベースだともうとっちゃかっちゃうよ。 はい、どこ飛んでいくか分からない。そう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 。でも飛ばしてもいいし、うん、こうやってジェントルにこう流そうと思えば全然普通にね、はい、穏やかに走れる。マフラーも静かだし乗り心地もいいし。これ車庫調ってことは電子制御は効かない。電子制御は効かないです。そうでも今回純正パーツがほとんどあるんですよね。そう、はい、ほとんどあります。だからもう本当にそのカスタマイズのパーツでちょっと変えたいなっていうのがあれば、うん、ノーマルに戻すこともできる。可能ですね、はい、ブレーキがないぐらいでしたっけ。そうブレーキはないですね、はい、うん、まあ、他はマフラーとか、はいはい、あります。あとタイヤはないのかな。タイヤはこのまま、はいはいはい、そのまま使っちゃってから始め、はい、ホイールだけ入れ替えで始めたんで。ああなるほど。そう、はい、
あとまだこの車1万キロなんですよ。距離が1万1000キロ。距離薄です、ね。距離薄なんですよ。1キロメートル先レベル3取締役。もうバッチリコンディションが把握されてて距離薄で、うん、かっこよく言い立ててまさにボンド基準にマッチしてるというか適合してる車じゃないですか。完璧ですね。うん、ドストライクな車ですね。そうです。いやマジでも本当に5人乗りの真ん中の人にはびっくりしたんですけど、これをどうしろと。広いっちゃ広いですけど、うん、まあ狭くはないけどね。まあまあ確かにクーペ乗ってる感覚ですよ。ああそうだね、そうだね。シートベルトか、そうだね、シートベルトもシートから生えてるしね。これなんだろうね、作れなかったのかな、シートベルトあえてなの。何なんですかね。乗り心地すごくいいでしょ。めっちゃいいっすよ。ね、普通に高級車ですよ。そう、はい。でもさっきみたいに加速した時に沈み込みが大きいとか、はい、あのブレーキ踏んだ時に、はい、あのアンチダイブが大きいかっていうと、はい、そうでもないんで。はい、なんですかね。車がベースがいいのかな。多分車の剛性があるのとこの締まりの軽さじゃないですか。うん、これね乗ってもらうと分かるけどブレーキすごいんですよ。さすがカーボンセラミック。そうでも、はい、癖があって唐突に効くとか、はい、唐突に効かないとか、はい、そういう癖もなく、なんかすごくいいんですよ。踏んだら踏んだだけ効く。そうタッチがいいので、なんかね僕はものすごく好きですこのブレーキ。運転席座った時に、はい、タイト感がないんですよ。あこれ不思議で、不思議でしょ。そうですか。言ってることが分かんないでしょ。助手席の方がタイト感あるんですよ。これ設計ミスなのかな。どうなんですかね、うん、でもいい感じにこのなんていうんですか、うん、ちょっとこう 狭いって言ったらあれですけど、そうでしょ、はい、このラインって普通、はい、こっちにこう作ったりしない、はい、こうやって、はい、それがここないのね、はい、ちょっとこう張り出しが大きいなって感じします。そう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 、だからなんか逆なんじゃないかなっていつも思うの見てて。左ハンドルなんですか。いやいや、ハンドル逆転だったらこのそっくりデザイン変わっちゃうからってことなんですか、うん、いやでも僕はこの逆にこうちょっと足元正直広くない感じが守られてる感があっていいですよ、うん、本当ですか、うん、でも普通に奥さんとかお子さんとか乗せたら、うん、多分嫌だと思いますよ、うんうん、膝の上までこう、はいはい、覆っちゃってるから狭いっていう、うん、圧迫感、狭くないけど狭く感じちゃうっていう。確かに別にぶつかったりとかなんかするわけじゃないんですけど、うん、ちょっとさすがにちょっとこう広くはないなっていう感じはしますね。確かにね、うん、なんかこれがここっすね。問題ここだよ。ここの張り出しです。そうこっから見るとね、なんこっちがグーってこう作ってあるからすごく僕の中では違和感なんですよそれ。でも外もめっちゃいい音してますよね。そう、外の方がねすごくいい音してます。窓開けて聞こえるから。すげえいい音してますね。ね、うん、なりにね、いい音するよね。今ちょっとテストドライブも終わりまして、はい、はい、土方さん毎回最後聞いてるんですけど、はい、このお車、うん、触るとすればどんなところを触りましょう。あの何回も言うように、はい、全部やってあるんで、はい、今回はいいですかね。どうですか、いい、はい、言いづらいですね、はい、まあ、全部もう仕上がってますからね。そう仕上がってるんですよ、はい、あえてやるなら、はい、ホイールのデザイン変えるとか、はい、サイド若干大きくするとか、はいはい、まあ、そのぐらいの余地ですか、まあ、本当に好みですからね、まあ、好みなんで、はいはい、このまま乗っていただければ十分 OK かと思います、はい、というわけで結論このまま乗りましょうということで、はいはい、というわけで今回は、ボンドカーズ東京より BMW M6 グランクーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。